はい、酒好きな元新潟人の石動画でーす。はい、今回はね、ウイスキーの、まあ、水割りですね。はい。スーパーニカ&ウォーター。芳醇水割り。水割りウイスキー、アルコール度数 9%。値段が135円でした。容量が 250ml で、原材料がモルトとグレーン。です。まあ、135円か。まあ、スーパーニッカだから若干やっぱ高いのかな。おぉ、ぴったんこ。まあ冬には水割りウイスキーっていうのもいいでしょうね。うん。まあストレートでもいいんだけど、ちょっと、あれだからね、乾杯。スーパーニッカって結構辛かったイメージがあるけど、うん、かなりマイルドになってて飲みやすいです。スーパーニッカそこら辺に転がってんだけど、あれどこ行った、あれも全部飲んだっけ？あ、全部飲んだのか。うん。うん。スーパーニッカ。スーパーニッカを買うと2500円ぐらい。いくらだっけ？あ、2800円ぐらいするね。まあ、あんまり、個人的にはスーパーニッカそんなに好きじゃないんだけど。うん、なんか、どちらかというとドライな感じだよね。うん、アルコール度数43度。まあでも水割り、あ、でもウイスキーって水割りに、そっか、水割りだもんな。だいたい1対3ぐらいで多分水割りとかなの。1対3で割ると、まあ水割りとかなんだろうけど。個人的にやっぱウイスキーは1対1ぐらいで、水割りは絶対飲まないですね。うん、水割りは絶対飲まない。トゥワイスアップは飲むけど、トゥワイスアップが一番、水割り、俺が水割りとして飲むとしたら、それ以上は割らない。薄すぎて、なんかダメなんだよね。ハイボールはいいんだけどね。ハイボールはいいんだけど、なんかその、ハイボールは喉に刺激が来るからいいんだけど、炭酸水だからね。水割りは本当に、なんか、マイルドすぎて、なんかつまんねえんだよな。なんか甘いんだよね、大体ね。うん。何か甘いんですよね、味として。うん。スーパーニッカ。やっぱアルコール度数、これだと 9% でしょ。だから、まあ、1対3ぐらい。1対3か1対4ぐらいで、割ってることになるでしょう。やっぱりアルコール度数 40% の場合だったら、まあ、
1対1ぐらいで飲みたいね。20% ぐらいで。うん。なんか、マイルドすぎてね、薄すぎるっていうかね、ウイスキーの味が薄すぎる。うん、水割りにすると。薄すぎて、もうほとんど、個性がない。なくなりすぎる。っていうのかな。うん。ハイボールだと炭酸だから香りがわかりやすいんだけど、水割りだと、全然香りも立たないし。うん。あんまり、てか好きじゃない。うん。それだったら炭酸で割った、ハイボールにした方が、断然美味しい。と、僕は、思いますけどね。まあ、うん、まあ人それぞれなんだけどさ、だからアルコール度数 50% とかさ、60% ぐらいのウイスキーが、まあ、まあ原酒ですよ。まあ原酒はやっぱり、ね、絶対うまいよな。ちなみにスーパーニッカの原酒が 55.5% らしいですね。一応、オークションでは売ってます。うん。オークションでは売ってるみたいですね。スーパーニッカ原酒。だから、アルコール度数高いってなると、やっぱりフロムザバレルとかね。ニッカだとフロムザバレル、アルコール度数が、アルコール度数が 50. 何%だっけ。フロムザバレルぐらいですよね。あ、51.4 度ね。うん。だから、まあ、原酒に近い度数で言うと、こんぐらい、まあ、手に入る部類でいくと、まあ、こんなもんになるんでしょうね。フロムザバレルもうまいよ。だから度数だけやったら大体、うまい。まあ、うまい。ですよね。まあ、なんで原酒で出さないのかは、俺もわかんないんですけど。普通に全部ね、原酒で出しちまえばいいじゃん。ウイスキーなんてさ。ああ、なんか、あれなのか。なんか、あるのかな。法律的な意味で。法律的な意味で、原酒60度とか50度ぐらいで出しちゃうと、なんか、ダメですみたいなのがあるのかね。まあ、フロムザバレルはやっぱり、ストレート。アルコール度数高いやつほどやっぱストレートとかで飲んだ方が絶対うまいっすよね。チェイサーで、ね。チェイサー。だから、こういうアルコール度数高いやつっていうのをハイボールにしちゃうと、
フロムザバレルをハイボールにするっていうのが、まずそもそもおかしいんだよな。個人的に。やっぱ、ちょっと高いやつはやっぱり、ストレートで飲むっていう、もしくはトゥワイスアップで飲むっていう、この、礼儀みたいなもんがある。まあ、礼儀じゃなくても、なしにしたって、ハイボールにして飲んでもうまくないんだよね。だいたいこういうのって。間違いなく。間違いなくうまくないんだよ。最近よく流行ってるけど、43% とかさ。うん。だいたい 43% とかで、ウイスキーよね。うん。あ、そういえばブラックニッカから新しいの出るんですよ。11月、あと2日で出るっぽいですね。アロマティック。ブラックニッカアロマティック。あれ、俺予約注文してなかったっけ？あれ、してなかったっけ？あれ俺予約注文した気がするんだけど、気のせい。あと2日で出るっぽいですね。まあでもわざわざ予約注文しなくても別にいいのか。予約注文。なんか予約注文した気がするんだけど。いつ予約したかとか、予約内容とか確認できねえの？ないっぽいな。俺予約しにくせえな。ブラックニッカー、アロマティック。値段が2076円。フルーティー&スイートってなると、あれか、マッカランみたいな味なのかな。となると大変に美味しいということになりますね。大変に。でも2000円か。とりあえず、あれ待つか。うまいかまずいかっていう、その、あれをね。レビュー待ちで、多分レビューで多分あれなんですよ。価格が変動するかもしれんけど。まあ、でも大丈夫っしょ。うん。まあでもクロスオーバーもうまかったしね。ブレンダーズスピリットここにあるけど、まだ残ってるけど、まあ、クソうまかったしね。まあ、うまいでしょ。注文しよう。予約注文しとこう。
まあ、まずかったらまずかったで。ブラックニックアロマティック。まあ、これはちょっと期待しましょうか。あと2日ですからね。ブラックニックアロマティック。11月21日、数量限定発売、2000円かな。たうたう甘い香りに身を委ねて。香りがリンゴやバナナ、オレンジのようなフルーティーさと華やかさ、蜂蜜の甘い香りをと穏やかなタルコ。値段が書いてない。アルコール度数が 40% らしい。うん。ノンピートの、宮城京モルトを主体にカフェモルトとカフェグレーンをブレンド。だって。なんか詳細が書いてないんだよ。華やかさ際立つ、宮城京モルトと甘く香ばしいカフェモルト、穀物のコクと甘みを残すカフェグレーンの調和。だって。全然書いてないんだよね。なんでこれに？全然。どういうブレンドなのかも全然わかんないんだけど。ブレンダーがキーモルトに選んだのは、発酵由来の華やかな、宮城京モルト。ぶっちゃけてそんなに書いてない。まあ、余市はもう、あれなんじゃないですかね。もう余市はもう原酒残ってないんでしょうね、多分。宮城京か、前のなんだっけ。オーバードライブだっけ、なんだっけ。クロスオーバー。クロスオーバーも宮城京だったでしょ。うん。宮城京はあんまり好きじゃねえんだよな。うん。前のクロスオーバーは何だったっけ？宮城京だったっけ？クロスオーバーってキーモルトに余市蒸留所だった？嘘。あ、でも両方使ってんのか。宮城京蒸留所のシェリーダルモルトも使ってるって書いてある。そんなにピート感じなかったけどね。クロスオーバーはね。どちらかっつうと、なんだろう。華やかな香りでハイボールに合う感じだったけど。ねえ。まあ、ぶっちゃけ2000円で、まあ、この味が、まあまあ、普通じゃねっていう感じだったけど。あ、ありましたね、ニュース。2、30代の、若年層メインターゲットにしたブラックニカブレンド数量限定発売。華やかな宮城京モルトや甘く伸びのあるカフェグレーンなどをブレンドし、華やかでフルーティーな香りを甘く、柔らかい味わいに仕上げました。
って書いてありますね。まあ、このカフェグレーンっていうのが目玉でしょうな。宮城県モルトなんていうのとどうでもいいんだよ。ニッカウイスキーのカフェグレーンは値段高いんで、買えないんですよ。飲みたいんですけど。700ml 値段が6000円ぐらいする。恐ろしく高いですね。これ飲んでみたいんだけどね。まあ、いわゆるグレーンウイスキー。俺はグレーンウイスキーは一回も飲んだことないんですけど。飲みたいんですけどね。高いんで飲めないっていう。ボクチン金がないから高くて飲めない感じですけどね。今回も争奪戦必至、ブラックニッカ最、新作はパーティー向けの仕上がりで1本たったの2000円。だって。今作は2、30代の男性がターゲット。アロマティックなのに男性がターゲットなの？頭狂ってるんじゃない？嘘つけ。アロマティックでしょ？香りをさ、売りにしてんのに、男性なの？男性、男性向けなの？どういうこっちゃ？これどこの試飲会だ？何これ？なんかの、ニュースじゃねえや。載ってるけど、この試飲会みたいなの。もう飲んでんだけど、こいつら。お？ 12 月5日から発売されるブラックニッカリッチブレンド。あ。リッチブレンド香りに出会うグラスセット、かっこ希望商売価格2300円か。だって。リッチブレンドかよ。ディープブレンドだったの方がまだいいよ。リッチブレンドは、うわぁ。蓋が付き。グラスと蓋付き。蓋のセットがあるみたいです。Amazon だと2910円。発売予定日12月5日ですって書いてある。希望商売価格2300円じゃねえぞ。これで2900円。高すぎない？頭おかしいの？これ。これは頭おかしいとしか言いようがないですね。2900円って、どんだけこのグラスに価値あるんだよ。絶対そんな価値ないだろ。確実に。なんだこれ。ぼったくりだな、こんなの。アホらしい。絶対買わねえわ。まあやっぱり近頃で発売されてうまかったっつったらやっぱディープブレンド、そこら辺で売ってるのがやっぱりでかいですよね。ディープブレンド、ディープブレンドは本当に美味しいと思うな。ブラックニッカだとな。ブラックニッカのディープブレンドは本当に美味しいと思うけどね。で、ちなみにこのブレンダーズスピリットの、これは、なんだこれ。2017年バージョン。まあ、いわゆる2代目ですか。1代目が6500円で売られてますね。で、2代目の2017年のやつが5010円で売られてますね。ずっとここに置きっぱなしなんですけど、全然飲んでない。まだ3分の1ぐらいしか飲んでないんですよ。埃かぶってます、ね。なんかもったいなくて飲めないんですよね。うん。もったいなくてさ。
もったいない病だから俺。だから残るんだよ。これは序盤 ?2016 年バージョン。ボトレドイン2016って書いてあるんですね。これがあれなんだろうね。久々にちょっと飲んでみますか。もうなんかチョコレートみたいな匂いするもんね。本当にチョコレートみたいな匂いするわ。一瞬にして。これは本当に美味しいと思う。まあ、さっき言ったのはディープブレンド。ディープブレンドが値段が結構高いの。でも Amazon でも普通に売ってるしね。値段が1467円で売ってますね。これ美味しいですよ。で、アルコール度数が45度。ね。ちょっと高めで、ホワイトオークのシンダルで、熟成を重ねたモルト原酒と樽熟成したカフェグレーン原酒を使用って書いてある。これうまいよなぁ。うまいよなぁって言ってると本当に消えるからな、俺が。俺が酒の好きな酒で、うめぇうめぇって言ってると、本当にすぐ消えるから。俺呪われし子供だから、子供じゃねえ、大人だから、呪われし人間だからね、うめえうめえって言ってるとね、簡単に消えるからね、これ。今までも何度も消えてきたけど、本当にふざけやがって。でも本当にうめえよな、これが通年販売なんだもん、本当に大丈夫かよっていうレベル。ディープブレンド。で、評価が5つ星中 4.2 星。で、75件のカスタマーレビュー。これは実に美味しいと思いますね。で、カンピー。うん。あー、うまい。でもやっぱロックだ、ダメだな。うん。これはロックじゃダメなんだよな。やっぱな。ジョーンストレートに限るんだよ。ああーうまい。ああうまいな。ロックはダメなんだよな。ああうまい。ああうまい。これはうまいわ。本当にね、ディープブレンドは2000円の価値あると思う、僕は思いますね。うん。僕は。ぶっちゃけクロスオーバーヨガは絶対美味しいと思う。ディープブレンドクロスオーバーヨガは絶対美味しいと思うよ。クロスオーバーはぶっちゃけストレートに飲むと大してうまくない。ハイボールにしてこそ価値があるって感じ。で、ハイボール要因としては2000円はちょっと高い。ので、結果として、ハイボール要因ってなると、もっと安いウイスキーになるじゃないですか。だから、ディープブレンドはハイボールにしてもうまいし、ストレートで飲んでもうまい。うん。で、今飲んでるこの、ブレンダーズスピリットは、ハイボールにするとダメなんです。死んじゃうんですよね。良さがすべて、このコクとピートと燻製香がね、すべてね、消滅するんで、絶対ダメなんです。
ぱあれだね。ロックは、やっぱ冷やしてウイスキーを飲むとその香りが死ぬんですよ。うん、香りが死んじゃうんで。まあいいか。とりあえずもういいや。ということでね、こちらスーパーニッカの水割りですが、まあ大して美味しくないですね。うん。わざわざ水割りにして飲むべきウイスキーでもない。いや、スーパーニッカはハイボールかな？スーパーニッカはやっぱハイボールで飲むべきだと思いますけどね。あの、ストレートで飲むとすごく辛くて、あの、あれなんで。辛いです。スパニカは。スパニカは辛いですよね。うん。辛い。強烈に辛い。アルコール臭もすごい。ので、あんまりよろしくはない。あ、こんなことなんだ。大してうまくもないでしょう。これは。2333です。ご視聴ありがとうございました。